皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいませ。アサリクイケです。それではグランサグラス席をやっていくよ。ここな。ここな。愛者な。激強なんだよな。ちなみになんだけど、アップデートでこの極上っていうのがね、PC 版だと、グラフィックがこの極上が増えたよっていう、お話。それだけ。じゃあやるぜ。多分いけるとは思う。戦力的には、いけそうなんだが。果たしてどうなることやら。飛ばすぜ。飛ばすぜ。いけ。すごい力。すげえ力。侵入者は排除する。まるで、あの大波のような。たったとやる。チェン！俺が倒す！さらに預け！はい！上がる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 ！こっちだ！行くぞ！行けぇ！ロックロック行けるか？あなたの力が必要です！よぉ！行けそうでしょ、行けそう。流れに逆らおうとしない。海からモンスターが出てきた。しゃがれ。ゴゴ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 ゴ。こっちだ。ザマネラ、鏡が壊れたぜ。これでやっと私たちのペースで戦える。流れに逆らおうとしない。あら、死ねえ。なんだあれは。やれるかい。流れに逆らおうとしない。はい、これダメだ。黒い。こっちだ、行くぞ。大地の力です。あら、行け、やっちまえ。俺最高の時や。やりやしたぞ。あー、やっと倒せた。よし、お祝いのバジリスク虫を作ろう。あ、なんでもないわ。一人死んでんだよ。キーストーンゲッツ。やっぱりキーストーンだったのか。じゃあ、急に永遠の神殿が現れて、大波で船が沈没したのも？ええ、守護者のキーストーンの力だったみたいね。ベル教授の推測通りだったわ。ふん、あの教授、勘だけは冴えてやがる。キーストーンは回収できた。だけど、ベル教授からの頼み事は果たせなかったな。セオディン教授、最後まで研究三昧だったもん。きっとベル教授も分かってくれるよ。おお、帰ってきたかえ。つまりは守護者の試練を乗り越えたんだね。すごいです。まあね。あんたたちは待ってる間に何か収穫はあった？もちろん、この助手と面白いことを発見したよ。あいつ役立つ時もあるんだな。隅で過去の記録を見つけてね。この神殿、どうやら教団が意図的に沈めたらしいよ。教団が神殿を？どうしてですか？わしも理由が気になっているから調べようとしていたところさね。女神のための神殿を女神の塔が沈める理由をね。あいつら何かどこかがおかしいんだよな。何企んでんのかは知らねえけど。師匠、ちょっといい？ん？あっちで話すかい？井上きっこさんが怪しいってかい。そういえば、妹さんは元気かね。妹。お前さん、妹さんをすごく大事にしていたじゃないか。
確かにそうね。カナリエはお母さんに似て体が弱かったから。でも今はすごく元気よ。そうかい。お前さん、妹のために治療費を稼いでいたものね。ずっと一人で頑張ってきてさ、いい子だよ。偉い偉い。だがね、お前さん、自分の人生を謳歌しているのかい？やりたいことやって、欲しいものを買って、いい男に出会ったりね。私は大丈夫。やりたいことやっているわよ。ねえ師匠、私とラグナデアに帰りましょう。ん？ラグナデアかい？ええ、ずっと連絡もよこさないで心配したのよ。それに急に姿を消した理由とか全然聞いてないんだから。それはちょっと難しいね。難しい？どうしてよ。それがね、それが、いつラグナデアに出発するんですか？わしはここに残らせてもらうよ。ここで調査ですか？好奇心旺盛な傭兵だからね。なんで？神殿の守護者がいた空間、そこに何があるのか気になってね。永遠に閉じ込められるかもしれないじゃない。わしを疑ってるのかい？お前さんの師匠なのにね。やっとまた会えたのに。師匠。どいて、カルト。らしくねえぞ、落ち着け。俺たちは戻らなくてはいけない。ナマリエ、分かっておくれよ。絶対帰ってきてよ。ではまたね。帰りまーす。帰ってきたよ、ナマリエ。ナマリエさん。ナマリエさん。いつもそうよ、お前さんの師匠。ふざけないでよ、その呼び方は嫌いって言っていたくせに。ああ、最初から期待した私がバカだったわ。そうよ、弟子を置いて姿を消す人に期待なんて無駄。あそこまで好奇心旺盛だとかえって感心しちゃうわ。また現れてごらんなさい。今度は徹底的に無視よ、無視。でもナマリエ、師匠といた時とっても楽しそうだったけど。違うわ、あの人のことを考えるだけでイライラするわ。だからもう何も言わないで。ナマリエさん、怒っているのでしょうか？あれでいいんだよ、しょげられるよりはずっとマシだ。なんとかしてナマリエの力になってあげたい。やめとけ、そんなやぼったいこと。これは自分で克服しなきゃいけねえんだ。カルト、深いこと言うね。うるせえな。さあ、教授に伝えに行こう。どうしましょう。すっごく怒られたら。やっとチュートリアルおしまい。戻ればいいだろう。はあ、ここまでがチュートリアルだったら。ぶち切れもんだぜ。お前の友人は死んじまったよってな。前に話した男はどう？ベル教授、助手はどうしたんだ？教授、戻りました。おお、戻ったか。セオディンは？セオディンは死んだ。それが、セオディン教授は見つかったけど。すでに亡くなっていたわ。なんと。ナマリエ、いくらなんでも。いや、大丈夫だ。ある程度は覚悟していた。奴は何か残していなかったか？永遠の神殿の研究日誌を残されてました。エレノアク、君やはりセオディンについていったのか？
船の貨物室に隠れてたみたいよ。私たちと運よく会っていなければ多分死んでいたわね。エレノア君、後でじっくり言い訳を聞かせてもらうぞ。話を戻そう。セオディンは研究に死を残したと。はい、あとこちらも見つけました。またもキーストーンか。やはり今回の事象もキーストーン由来のものだったか。詳しいことは西にセオディン教授が全部残してくれたんだ。研究の役に立ってくれることを願うよ。そうか、君たちにはまた苦労をかけたな。セオディンのやつ、本当に永遠の神殿を見つけるとはな。そういえばあの人から伝言を預かっているわ。伝言？セオディンにあったような言い方だな。すでに亡くなっていたのでは？実はセオディン教授の幽霊に会ったんだ。は？幽霊？してその幽霊のセオディンとやらの伝言は？自分は間違っていなかったぞ、弱虫ベルってね。セオディンのやつめ、ロマンばかり追っているくせに。確かにやつが言いそうだ。言い返す機会がない。悔しいな。私が戻ってお伝えしましょうか。エレノア君、君は無断外出禁止だ。ごめんなさい。でも何があったかお聞きになればきっと興味を持ってくれると思いますよ。後でちゃんと資料にまとめてもらうぞ。じゃあ俺たちはこれで。そういえばエイパとかいう騎士が探していたぞ。結構急いでるようでな。用が済んだらまた寄ってくれんか。エイパ、あいつらが一体何なんだ。てか新しいグランウェポンも喧嘩でも売りに来たのか。あるんだが。まあ話は聞いてあげましょう。また広場にいるのかしら。いた。エイパ、俺たちを探していたそうだね。ええ、そう、話したいことが。話したいこと？一人いねえってか。それが。おい、いつもの空元気はどうした？さっさと言えよ。要件は何だ？こっちは忙しいんだ。エイパ様、僕からお話ししますね。では、単刀直入にお話しします。皆さん、お力添えいただけませんか？嫌に素直だな。いや、お前は元からそうだったか。実はエダンが行方不明になりました。エダンが行方不明だって？そういえばいつもより一人少ないね。何があったか詳しく聞かせてくれないか。やっぱりかい。はい、総長のご命令で僕たちはある任務を遂行していました。それは教団の動きを調査する任務です。他方面で調査を進め、教団の怪しい動きも確認しました。そこで期限を決めて各自調査を進めることにしました。今私とロームは無事落ち合えたけれど、エタンとはまだ連絡が取れないの。俺たちが双子の島に行く前にお前らが話していたよな。ならばそんなに時間は経ってないはずだが。でも私たちは毎日その日の結果を電車バトで伝え合ってたの。でもある日を境に連絡が来なくなって。ですからエダンに何かがあったのではないかと判断しました。総長には報告したのか？ええ、報告したけれど極秘任務だから捜索隊を派遣できないと。でも私は諦められなくて。エダンがどこに行ったのかはわかるか？最後にもらった手紙には火の竜の巣に向かって火の竜の巣危険な場所なので同行すると返事しました。やばいとこだよ。全部私のせいよ。弱虫な騎士なんていらないって怒っちゃったから。落ち着けよ。あいつを見つけたいんだろ。どうすればいいかを考えろよ。そうだよエイパ、俺たちもカルリッツに相談してくる。ここで待ってて。出待ってる。箱がいっぱいある家も見た。もうだいたいエピソード5あたりが難しい。クリアできるかどうかはわからん。
エピソード6になっても何十万の戦力ないとダメなんでしょ。総長もいらしていたのですね。急いでお話ししたい件があります。なるほど、エダンの件ですね。ちょうどカルリッツとバレていました。どうすべきか相談していました。アイゼン隊長、俺たちもエーパ騎士団と共にエダンを探させてください。エイパ騎士団に教団の調査をご命令されたと聞きました。教団が不穏なことを目論んでいると考えてよいのですか。はい、そうではないかと推測しています。教団の全兵力が火の竜の巣に集結しているそうです。居場所を把握できているのであればなおさら捜索隊を。考えてみてください。捜索隊もまた軍事力を教団に送ることは全面戦争を意味します。よって以前のように少ない兵力を密かに送るしかありません。少ない兵力と全面戦争でいいんじゃないの、はい、皆さんが適任かと思います。エダンを探し教団の計画も調査していただけますか。もちろんです。早速任務を遂行いたします。今度こそ教団の思惑を暴くぞ。クランサガだ。すぐ助けに行くから。クソだぜよ。ラインヒルト、なぜ危険な場所にあいつらだけを派遣するんだ。俺たちも簡単には手を出せない場所だ。静観して時期を見ていたくらいなのに。カルリッツ、落ち着いてください。落ち着けだと。聖騎士になったばかりの未来ある奴らだぞ。ラスたちだけじゃない、エイパ騎士団もだ。今は理解できないかもしれません。しかしこの件には必ず彼らが必要なのです。正気か。俺には絶対に理解できない。いや、するつもりもないぞ。カルリッツ、そういや教授が寄ってほしいと言っていたな。カルリッツも一緒に行こうぜ。今回の実績お疲れ様でした。お、曲が手に入ったようだ。下村さんなんだよね。うえーい。で、ジョジョ4部完5部だな。ゴールデンエクスペリエンス編だよ。ゴールデンエクスペリエンス。またベル教授のとこ行くの。クソ遠いねん。おじいちゃんいないけど。おじいちゃんいねえ。人は呼んどいて、どこに行ったんだ。助手の人はいるね。はあ、あいつイラつくからあんまり話したくないんだが。イラつく。ああ、おかえりなさい。ベル教授はどこに行かれたのですか。とんでもない発見をされて席を外されています。皆さんが来たらそこにご案内するようにと。とんでもない発見。なんとベル教授の書斎の下に未知の空間があったんです。未知の空間。はい、教授が未知の空間の仮説を立てて探っていたのですが、ついに入り口を見つけたんです。タイムマシンではない。おじいちゃんはその中にいるの。そうなんです、私も少し拝見しましたが、中には、うんうん、中には終わりの見えない大きな図書館がありました。無限な書庫だね。教授は無限の書庫と名付けられたんです。動物ゲームクエストです。いかがですか。興味深いですよね。教授と一緒に無限の書庫を調べてみませんか。でも君、書庫とか大好きでしょ。教授と二人で調べればいいじゃん。私は本はあんまり興味ない。お願いします、皆さんが行かないと私が連れて行かれるんです。あれ、
学者は好奇心とプライドでどんなことでも調査すべきと。ああ、そうだ。無限の書庫には珍しい宝物がたくさんあると言いましたっけ？宝物？それを先に言ってよ。じゃあ一緒に行っていただけますね。教授には皆さんが喜んで志願されたと伝えます。なんだかうまく丸め込まれた気がするね。それにしても夜だぜ。無限の書庫って関係ここだろ。でこれだ。うわー、書庫を探検。書庫にはほうほう、今私にはなるほど、まあ、やらねえけどやらねえと多分あれなんだろうが、行き詰まるよね。エイパたちのところに戻ろう。やっとと行こうぜどうでしたか？総長からエダンを探すようにご命令いただいた。あと一緒にエイパたちの任務を遂行するようにもね。教団の動きを調べる任務のことでしょうか？そうだ、教団の不穏な動きの正体も調べるよう言われたぞ。エダン、私たちが行くまで無事でいて。エイパ様、必ずエダンを探し出しましょう。早速向かおうか。さあ、激ムズの火の竜の素手で。多いなデスマウンテンだ。ドロンゴ洞窟。あ、エダいるやんけ。捕まってないのか。今だ。遠くには行っていないはずだ。はいバレとるやん。もろ見えてるやんけ。エイパネ、僕怖いよ。もう帰れもう帰れよ。なんです、先に行っちゃって。火の竜の巣なのですね。火の竜の巣ってことは火の竜がいるってことよ。そうね、火の竜が封印されてるところだもの。ラス、火の竜というのは女神ベルティの命令を遂行していた人だよ。でも女神に背いたがために封印されてしまったらしい。ここは教団の管轄でも王国の管轄でもないの。女神の怒りに覆われた地だからお互い敬遠したのでしょうね。それにしてもそったるで、この一帯はそもそも近づけないとか聞いたけどね。封印された火の竜の熱気に包まれているからって。確かに暑いけど、ちゅちゅ近づけないほどじゃないよ。まあ噂だから尾ひれがついたのかもしれないわね。そうだね。それじゃあみんなでエダンの痕跡調査を開始しよう。適宜邪魔な奴らを倒した方が効率よさそうね。敵は弱点がよくわからん。遠征はこれでいいのか。火ってことは水がいる。水ってことは準備はできた。前方は俺に任せ。頑張ります。セリアードがいるってことになるよね。火は鉛はやばいんだよ。自分で守る。わかるわね。ラスか。今日はどんな任務か。ぐずぐずする。俺は英雄になる。ラス。この組み合わせでいいか。戦力くっそ弱いけど。ラスも育ててえからな。行くぜ。光の加護、本気で来い。残念だったな。サンダバック三日月斬り、今日斬りみたい。輝きを。あらあら、クモ。残念だったな。
セリアード私の番ですね。お願い、セリアードは攻撃特化ではないの。誰かにいじめられたの。お仕置きして。お仕置きだ。えい、ヤン、まだ戦える。ヒーリングだって。まだ。ああ、水流。やめてください。あらあら、バグステ。さあ、えい、や、えい。セリアで弱すぎる。やめてください。私は。そのあたりないから。しょうがないんだよ。や。行きます。私に任せてくれ。トゥリア、光よ、蹴る。トゥリア、葬る。どける。やっ、勝つ。はっ、後ろに下がって。うらい、まあまあ。くらえ。全体攻撃、見せてやる。へえ、力を貸して。よし、期待に応えてみせます。きっと立ち直れる。行きます。あら、やっ、ええ、いて。よし、おかしいな。ええ、何かだ。大規模の兵力が通った割にはその痕跡がなさすぎる。なさすぎる。総長は全兵力が集結したとおっしゃっていた。しかし足跡一つついていないなんておかしいと思わないか。誰かがお掃除したとか。どれほど痕跡を消そうとしても何かしらは残るものよ。地面を注意深く見ながら進みましょう。あの大きいモンスターが教団兵を食べちゃってたりして。大きいモンスター。くそ、いつの間に。そういうことは早く言ってくれ。まあ戦略的には問題ね。なんだこいつらは。私はまだ。あれ、エンパーが戦ってる。受ける。ロアナ、無理しなくていい。俺に任せて。バカにしないで。俺に任せて。私たちの騎士よ、借りは少しでも返すわ。はいはい、少しは元気出てきたじゃねえか。そのまま未来に。エンパー様、あまり無理をなさらないでください。私の番ですね。きっと立ち直れる。消えろ。お姉ちゃんに任せて。お願いします。ドラゴンインストール。こいつがリーダーか。ボムみてえなやつできた。ハッ。ああ、まだ戦える。シールドもみんなに力を。やあ、行きます。ブレイクを狙っていこう。やっ、まだ諦めちゃダメ。死ねー。さあ、私はまだ。えい、水よ、力を。やっ、あー、まずい。はっ、さあ、やっ、やば。さあ、俺をこいつくの。フローラー、光を。終わってね。俺たちの勝利だ。ま、こんなものかな。霧勝ちって感じ。そういえば今まで教団について調べていたでしょ。私たちにも調査内容を共有してちょうだい。はい、教団は貧しい人たちを労働者として集めています。その後どこかへ連れて行っているようです。
彼らに連れて行かれた人とはその後連絡が取れないらしいわ。僕たちが調査できたのはここまでですが、エダンはその先教団兵が火の竜の巣に集結していることも気づいたようで。今頃エダンは一人で火の竜の巣をさまよってるかも。もしくは教団に見つかって。エイパ様、泣いたって何も解決しないわよ。エイパ、俺も少しだけど一緒に任務をやってて思ったんだ。エダンは勇敢で賢い。エイパが思うほど子供じゃないよ。エダンは小さい頃から病弱な私のために治療師になったの。なのに私は何もできないやつって叱ったりした。あんなこと言わなきゃよかったわ。まだエダンに何があったかも分かっていないでしょ。信じばってる。泣いてる暇があるなら手がかりを探しなさい。大丈夫ですよエイパ様、騎士団の皆さんにもご協力いただいてますし。うん。ところで教団が労働者を集めていた理由も分かったのか。いえ、ただ貧しい人だけを対象にしていたのが気になります。本当に彼らは労働者が必要だったんでしょうか。本当に働く人が必要であれば近くの鉱山に行ったはずよ。逃げ、力仕事に慣れてる人ならたくさんいるもの。連れて行かれた人たちは皆連絡が途絶えた。その話も気になるな。とりあえずこの近くは全部調べ終わったようだ。職ではしてるのか。奥へ進むとしよう。よりも暑くなってる。暑くなってきたぞ。手がかりまで溶岩に溶けてそうだよ。ヒーズアドマンみたいなやついる。お前ら何しに来た。アルコフォール。あんたは教団兵ね。ここでばったり会うなんて運が悪いわ。お前らは離着陸場であった見習い騎士団か。とっくの昔に見習いは卒業したぞ。あんた誰だっけ。私たちのことを知っているの。なんだもう忘れたのか。離着陸場で黒棒の皮を集めさせた。あ、思い出した。あの賄賂兵だよね。その言い方はやめてくれ。賄賂兵否定はできない。でここで何をしているの。賄賂兵野郎。なぜそのような質問をするのか。捕食野郎。火の竜の巣は教団の管轄でも王国の管轄でもないでしょ。離着陸場からここに移動した理由が気になってね。それはこちらのセリフだ。お前らこそここで何をしている。引っかからなかったわね。うわモンスターだ。ちょうどよかったぜ。おい教団兵ついてこい。なんでだよなんでだよってお前、こいつらの生贄にしてやる。お姉ちゃんに任せて。お願いします。溶岩からムムが出てきた。長いんで雑魚か。くっつけて持ってたよかな。バレバレだぞ。そのムムを地面に置きなさい。やあ、うちはペット禁止よ。やっ、お願い。えい、どんだけいい。あ、これエイパが死んだら終わりくせえぞ。えい、どいてください。やあ、まだ諦めちゃダメ。エイパっち回復してあげる。どこ行くんだ。何をうろうろしているの。まだ戦える。行きます。嫌がって。はっ、シュールド。シュールド。私の出番か。持っていい。光を三日月切り。さあ行くぞ父ちゃん。魔運の呼吸だ。三日月。俺の出番だ。行くぞ。あら、くらえ。 OK、 任務完了。お前の勝利か。
アルク君。一つ頼んでいいか。何をだ。俺のことは見なかったことにしてくれ。俺も言わないから頼む。確かにその方が私たちにも好都合だけれど、釈然としないわ。何を企んでいるの。いや、本当に何も企んでない。俺はその脱走したんだ。だからもうお前らと戦う理由もない。脱走ではもう教団兵ではないということですか。ああ、全教団兵は火の竜の末集結するよう命令された。ここまで来たはいいが、任務にどうしても納得がいかなかった。言うなれば俺は賄賂を少しもらって裕福になりたかっただけだ。だが俺のようなせこい人間でも人の命を勝手に。人の命。命。悪いが、これ以上は話せない。やっぱり生贄。今の話は俺からの賄賂だと思ってこのまま見逃してくれよ。なんだ賄賂って。いいわ、ただし一つだけ答えて。最近教団に捕まった王国軍の少年騎士はいなかった。さあ、聞いたことないな。じゃあ次の質問だ。はい、一つだけってお前たちが。教団の全兵力が集結したっていうのはどこだ。火の竜の巣の奥だ。道は複雑すぎて俺にもわからん。どうやってここまで戻ったのかも覚えていないんだ。そういえばさっき少年騎士について聞いてたよな。騎士かはわからんが、近くで震えてる少年なら見たぞ。震えてる少年。エダ。おい待て、一人で行くな。エダ、エダ。この辺にエイパ様、お待ちください。勝手に行くんじゃねえ。クソ、あいつあんな早かったのかよ。さすが偵察兵だ。リチャードっていうやつだったな。エイパ様、大丈夫ですか。お体に触ります。無理をされては。違う。エイパ、あんた一人で行こうとしないでよ。はぐれでもしたら。違うわ、あれは兵団じゃない。エイパ様。確かに少年だが、エダンよりかなり年下だな。ええ、そうみたい。でもあんな幼い子が一人で何をしているの。何をしてるんだリチャード君。どうしたの。どうして一人なのかな。ママどこ。ママとはぐれちゃったのかな。迷子になったのかな。僕ね、スネ夫かな。ママとお兄ちゃん、お姉ちゃんについてきたの。お兄ちゃんとお姉ちゃん。うん、教団の人たち人を集めるって言うから、お腹すくの嫌だからついてきたの。ママはどこへ行ったの。洞窟に行くって言ってた。すぐに戻るって言ってたのに。ずっとここで一人で待ってたの。ううん、ブラとお兄ちゃんと一緒だった。ブラでもお兄ちゃん怪我しちゃった。怪我。そのブラッドお兄ちゃんってどこにいるの。お前らは教団兵か。ブラッドお兄ちゃん来た。その子に手を出すな。教団兵。いえ、私たちは王国の騎士団です。騎士団。うん、見た感じ君も王国軍だよね。どこを怪我したの。大丈夫。騎士団。よかった。気を失っちゃった。お兄ちゃん死んだか。おちびちゃん。お兄ちゃんを見てたよね。うちらモンスター倒してくる。そっちの方がちびじゃん。言えてるぞ。もうヘルハウンドみたいなのが出てきた。犬コロナ。喋るには手頃な大きさなんじゃねえの。ね、硬いぞ。ムカつくぜ。輝きを。エイパ様、体調は大丈夫ですか。さばき。平気よ。あんたも怪我しないようにね。
光の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 光さあ、クラウドは助けて遅い、かっかっけるギャッギャッ輝きを頑張ります。まだ戦えるくらい、やっ打ってみる、手伝いたい。誰かにいじめられたの、お仕置きして、お仕置き、私はまだよし、よし、役に立てて嬉しい。セリオドで倒すのは初めてだ。迷子の少年リチャード君、ブラッド君、大丈夫ですか。お兄ちゃん、しっかりして。ね、何があったか教えてくれる。お兄ちゃん、僕とママが行くのを見て一緒に来たの。お兄ちゃん、教団は怪しいって。それで僕と一緒に待っててくれたの。でもいっぱいモンスターが出てきて。それで君を守ろうとして怪我をしたんだね。うん。リッチャード、お兄ちゃん、意識が朦朧としているようだ。かなり弱っているな。モンスターがいない場所を探して応急処置をしよう。どこに連れてくってんだい。はっ、まあ、町に戻る。強制送還してやる。モンスターを倒しながら平らな場所を探そう。ちぇ、またモンスターかよ。ここのモンスター嫌い。家庭から。えい、私はオルタだ。オルタ君、残念だ。で祝福を。オルタ、さようなら。オルタ強い。やオルタの方が強いまで。ああ、クリティカル、クリティカル。か、退屈だな。サンダは私に力をつけ。なんや、頼んだ。サンダガー、サンダラーのサンダ、エーミンを、輝きを、ビリビリ、ロケ、強みや、弱いぞ。どうだ、光よ、やがっ、ルシソン、ミノタウルス君、退屈だな。この辺が良さそうね。フェディング、あれよ、ブラッド君、ここは敵近くにいんだろうが。気がつきましたか。騎士団の皆さん、本当にありがとうございます。だいぶ良くなりました。運んだだけで。あの子から大体の話は聞きました。もう少し詳しい経緯を説明していただけますか。はい、あの子、リチャードの母カレンは私の旧友です。彼女の畑はモンスターに荒らされ、食べるのにも困っていました。ある日、教団が鉱山で働く人を募集すると宣伝を始めました。私はカレンの生活を助けていたのですが、彼女はそれに志願を。明らかに厳しい仕事で、しかも教団の突然の募集、どう見てもおかしくて何度も止めたのですが聞かなくて。だから心配でついてきたというわけなのですね。教団が集めた労働者はどこに向かったかお分かりですか。水晶洞窟というところでした。私も近くを見てきたんです。しかし人がいた痕跡などどこにもありませんでした。
教団の奴らは一体みんなをどこに連れて行ったのか。私も一つ聞いていい？メガネをかけた少年の騎士を見ていない？メガネをかけた少年、あ、グランウェポンらしき杖を持つ少年であれば会いました。杖？エダンよ、エダンに違いないわ。なるほど、皆さんも騎士でしたね。彼からエイパという人に渡してほしいと手紙をもらいました。あ、私がそのエイパよ。私にくれるかしら。はい、これです。ここは危険です。あとは俺たちに任せてください。あなたは先にリチャードと村に戻ってもらえますか。しかしカレンが。カレンさんのことも私たちに任せてください。必ず見つけてみせます。お兄ちゃん、ママは？リチャード、大丈夫だ。ママは俺たちに任せてくれ。ここは危ないから、お兄ちゃんと安全なところに行こうな。おじさん、本当にママを助けてくれるの？おじさんです。約束してくれる？おじうん、約束する。おじさん、リチャード君もちゃんと帰るって約束できる？うん、約束するよ、お姉ちゃん。おじさん、おじさん。水晶洞窟ってどこかしら。やつらを倒してから探せばいいだろう。全員ぶっ倒してくれ。納期にか。サラマンダラダラだ。バジリスクだっけ。バジリスクでしたね。ゲーゴダ君、ブレイクはやっぱり水だな。ゲーゴダ君が相手か。ゲーゴダが倒せるかな。これで。もう無理だ。大丈夫、まだ終わってない。無理だ、勝てねえ。心の準備はできています。よし、行こう。準備はできてる。準備はできてるぞ。あれで行ってみるか。ゲーゴダ君、あいつはラスボスだぜ。タッカーも邪魔。いや、私は息があるわ。ブリみんな、気をつけよう。こっちだ。しかるる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 る勝てになった。俺が倒す、信じています。とりゃーしゃー、ボコ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 、さあ大地の力で、俺が倒す。ノーキン力、ノーキンプル。こっちだ。ひげー、やった、ぶっ倒した。よし、何か食べたいものはあるか。ないです。ヘイパチン、どうした。何が書いてあったんだ。あいつ、なんで泣いてんだ。ブラッドさんからもらった手紙を読みまして、皆さんもお読みになりますか。これを読むの、
エイパネーだといいな。もちろんロアム兄もね。僕、火の竜の巣に行くって手紙を送ったよ。僕は今、教団を追っているんだ。けれど、いつもより警戒が強くて、うまくいってないんだ。正直、怖っ。正直、怖っ。教団は、みんなを連れてどこかに向かっている。陰謀を暴いて、僕にだってできるってことを見せてあげるね。エイパネーも、その方が鼻が高いだろうしね。手紙が教団の手に渡る可能性を考えて、僕の名前は書かない。じゃあね。エダン。さらばな。私のせい。私が余計なことを言ったんだ。エダン。エダン。ごめんなさい。お前、こんなにくよくよしやがって。今、なんて。死んだわけではあるまいし。ずうずうしくて、自慢げで、周りに気を使わねえ。お前はそういうやつだ。わかってんだろ？今のお前は、なんだ？ただ泣いているだけのお荷物だ。同じお荷物でも、ピーピーうるせえ方がまだマシだ。うるさいわね。あんたに何がわかるの？泣いてたらあいつが慰めに来るのか。お前が探すんだろ。お前が一番あいつを知っているなら、お前が見つけるんだよ。本当に嫌なやつ。そうやって俺をバカにしてろよ。お前にはその方がお似合いだ。へえ、カルト、あんたいいこと言うじゃない。慰め上手ね。慰めてなんかいねえよ。あんたたち、悪いけどモンスターでも片付けてて。その間、私たちはエダンの手がかりを探すわ。少女よ。なんだよね、あれ？デスイーターブレ。誰ですか？少女よ。少女期待していいよ。退屈だな。今、何かモンスターでも絶対しておくよ。そう？何も聞こえなかったけど。バジリスク料理。こんなもん食いたくねえ。残念だ。残念だ。うる、残念。サンダラ。強力。私に力を。本気で来い。退屈だな。あれよ。父ちゃん。覚悟。光の加護。はい。どけ。ノウ。くっ。はっ。やっ。くっ。ふらふら、ふら。ちょ、弱いぞ。ルーソー。くっ。やっ。はっ。くっ。退屈だな。やっ。ちょ。なげえ。俺を信じて。行くぞ。行く。見せてやる。あんま強くないんだよね。すごいよ。力を貸して。頑張ります。きっと立ち直れる。どいてください。私の出番か。退屈だな。私に力を。だ。か。や。オーケー。カブトムシが来やがった。期待していいよ。光に輝きを。カブトムシ野郎。ベンジャムシか。さようなら、終わりだ。うわ、ラス、ロイズの塔を踏んでる。うわ、まさかこの匂いでモンスターが寄ってきてるの。ラス、エンガチョ。か。俺が相手する。くらえ。うわ、エンガチョ。もう一回行こう。やべ、ノックバックした。見せてやる。最低だ。行くぞ。力を貸して。お任せください。リバイアさん、召喚。水流様の力。どうかお力添えを。やあ、
戦える。私も強くなりたい。えい、覚悟しろ。フレーム、どけ。ホームル、光よ。俺を信じて。やらい、勝て。ひっ、おれ、力を貸して。頑張ります。きっと立ち直れる。はっ、引きますよ。気持ち忘れません。まだ諦めちゃダメ。やあ、これで私の出番か。遅い。退屈だな。ゆっくり。祝福を。ティア。ふっ。カッ。ギャッ。さあ、勝って。俺の出番か。カッ。カッ。見せてやる。行くぞ。負けない。はっ。期待に応えてみせます。お願い。エロイヤさん。こっちです。僕が相手し、気持ち忘れません。無敵。私の出番か。輝きを。かあ。退屈だな。受けてみろ。オーケー。楽勝だな。セリアード、どうしたんだ。また呼ぶ声が。また聞こえるの？私には聞こえないな。うちにも。俺も聞こえない。少女よと聞こえたんです。でもそれが私を呼ぶ声かどうかは分かりません。え、どっちから聞こえたの？前にいる火の竜から。うわー、そういえばこれ火の竜じゃん。私も全く気づかなかった。はあ、こいつこんなでかいのにか。みんな教えてくれなかったじゃん。言う必要もねえだろ。ここは火の竜の巣だぞ。なんというか無関係とは思えない。そうやな。火の竜を調べよう。何か見つかるかもしれない。火の竜を調べんと。なんで調べんね。あー、つーとこぐらいにしときます。メイン的には第8巻まで。なぎ27巻まである。つうわけですね。はい、それではまあ今回はこの辺で、まあね、愛者倒せたから万々歳かな。それでは、またのご来店お待ちしております。バイバイ。